ん、こんにちは。今日はセリアに行ってきましたので購入品紹介をしたいと思います。よかったら最後まで見てください。はい、まず1点目、薬味チューブケース 3P です。こちらは全部一個一個になってて白いケースです。以前これ透明のケースはあったんですけど白だったので買いました。新商品みたいです。で、これはここフックになってるので引っ掛けられるタイプです。まあ薬味チューブじゃなくっても他のものでも使えそうなので買いました。で、同じく薬味チューブケーススリムです。こちらも真っ白のケースです。前は透明だったので白いのが良くて買いました。こちらもフックになっててこうやって掛けられます。4つ入れる場所があるので4つ以上の場合はこれを足して引っ掛けられます。はい、次がカトラリーケースです。ここに水切りの穴が開いてるのでカトラリーにいいと思います。で、私はこれをお風呂に使おうと思って買いました。こちらも引っ掛けられるタイプです。はい、次が小物トレイです。ここがマグネットになっています。で、私はこれをお風呂に使おうと思ってさっきのカトラリーケースをこうやって引っ掛けて使おうかなと思って買いました。やっぱりお風呂は白いものの方が清潔感があっていいかなと思います。はい、次がシャンプーマッサージです。グレーのタイプを初めて見たので旦那さんが欲しかったって言ってたので買ってきました。で、さっきのカトラリーの中に入れられるのでちょうどいいと思いました。次がシリコンハケです。こちらは真っ黒のものになります。以前白いのものを持ってたんですけどここが汚れてしまったので新しいものを買いました。シリコンになってるのですごい洗いやすそうだしいいと思います。はい、次がシリコンエッグモールドです。吹き出し型ですね。これで卵焼きができるみたいです。以前もセリアで卵焼きを買ったんですけども丸い針金みたいなやつでここの周りに油を塗ってもどうしても取れづらくって、もうそれがストレスでこれなら洗いやすいかなと思って買いました。はい、次が珪藻土です。こちらはスコップの形になっております。ね、こんな風にちっちゃいです。で、私は砂糖の中に丸い珪藻土を入れてるんですけども間違ってコーヒーの中に砂糖と思って入れちゃったことがあったので今回これで砂糖をすくえるようなのが欲しくてこの珪藻土のスプーンを買いました。次がレンジフードフィルターです。そろそろ新しいのに変えなきゃなと思って英字柄を買ってきました。はい、次が油汚れクリーナー30枚入りです。これ友達が使ってるみたいですごいめちゃくちゃ落ちますよって聞いたので買ってみました。はい、次がゴム手袋です。こちらはグレーの色になっております。グレーのゴム手袋って初めて見たのであ、おしゃれと思って買いました。
はい、次がモノトーンのメッセージカード3枚買いました。すごいおしゃれですよね。これなんか何が入ってるっていう風に書いて貼っとくだけでおしゃれだなと思って買いました。モノトーン大好きなので思わず買いました。はい、次はティッシュケースも入るマスクケースです。こちらはモノトーンの柄で可愛いと思って買いました。でいつもジップロックとかに入れてたんですけど、ぐじゃぐじゃになってしまうのでマスクケースをそろそろ欲しいなと思って買いました。確かにティッシュもここから出せて使えますね。ここにマスクも入れられるし、ここにマスク入れて、ここにはティッシュも入れられるのでいいですね。すごいおしゃれですよね。かわいい、かわいいです。セリアの購入品は以上です。私は月1回ぐらい100円ショップによく行くんですけども、いつも新商品が多くってびっくりですね。次から次へと新しいものが出て、もうあれもこれも欲しいってなっちゃいました。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。高評価もよろしくお願いします。コメントの方もよろしくお願いします。では次回のハローキッチンでお会いしましょう。